原口ショップチャンネル始めます。今日は、マイクロバブルを使ったシャワーヘッドについて話したいと思います。まあ、マイクロバブルの話からシャワーヘッドのことと、あとは、まあ、お手入れだったりとか、まあ、注意点を、はい、話していきます。こちらなんですけれども、福岡県の筑後市にあるオーラテックというところが、作っていまして、空気の、粒を生かして、まあ、産業用の例えば、ため池をきれいにするような技術を使ったりだとか、開発したりだとか、研究に使うような技術開発をしたりだとか、そういうことをしているところなんですけれども、まあ、それの家庭向けのものですね。産業用の技術を応用して家庭向けにこういうシャワーヘッドを作っています。マイクロバブルと、まあ、ナノサイズっていうのがあって、まあ、ナノの方がより小さいので、なんか細かい汚れを落としそうに、思うかなと思うんですけど、まあ、自分も実際そう思って話を聞いてたら、微細、小さすぎても逆に可覆質ぐらいの大きさの、汚れっていうのを落とすには、細かすぎると。なのであえてマイクロサイズっていうものをに設定してますっていうふうに言われてました。マイクロバブルで、何ができるかというと、まあ、余剰な角質なんかをその水流だけで落とせるので、まあ、石鹸など使わずにさっぱりした洗い心地が得られるっていうところがあります。あのオーラテックの特徴として、特殊エジェクター方式というものを採用してるんですけれども、まあ、一般家庭から出てくる水っていうのは、まあ、季節だったりとか場所によって、水中の中の空気の量っていうのは一定じゃないんですよね。まあ、変動しちゃうので、そこでここの、特殊エジェクター方式では外から空気を取り込んで、でその水の中に空気を混ぜて、で中で微細な状態にして出すっていうことをしているので、まあ、安定した、マイクロバブルの、シャワーになるっていうところが、まあ、一番大きな特徴ですね。で、あとはあの水圧が低水圧ですね。水ホースをこうシャワーヘッド外していただいて、家庭の、まあ、12センチから14センチぐらいこう吹き出すようなぐらいの水量があれば大丈夫なので、他の式だともっと水圧が必要っていうふうに、聞いてます。で、またその、空気の粒が入ってるので、マッサージ効果のようなものも得られて、で、まあ湯冷めしにくいような効果があるっていうふうにも、実験の結果が出てます。で、これが、まあ、家庭いろんなメーカーのがあるので、この中にその接続、合うようないろいろアジャストするものが入っているので、まあ、ある程度のいろんなメーカーには対応できるようになってます。まあ、先ほどのまず水圧が足りてるかっていうところですね。まあ、そこがまず使えるかどうかの判断のポイントになるんですけど、あとは、その水圧がまあもしその13センチとか14センチぐらい出てなかった場合は、こちらのシャワーヘッドの方の調整をすれば使えるみたいなので、それは事前にオーラテックの方に相談したら、その水圧に合わせた調整をして使えるようにできるっていうことだったので、まずは連絡をいただければ微調整した形でお送りするっていうことはできます。ちょっとどうしても一定期間使ってると目詰まりですね、こういうところにまあカルキとかそういうのが溜まってきちゃうので、まあ重曹で洗うっていうようなメンテナンスは必要になります。ただそのどれぐらいの期間でっていうのは水質によったりするので、なかなかいつっていうふうには、まあ、どれぐらいとか1ヶ月とか2ヶ月っていうふうにはっきり言えないんですけれども、まあ一つの目印としては、ここをちゃんと水圧がかかっていたらシャワーひねってこう出してる時はここの空気穴からは特にお湯が漏れてこないので、もし使ってる最中に漏れてきてたら、ここのなんか最初はなかそういう漏れがなかったのに、なんか 1,2 ヶ月経ったら漏れてきたなと思ったら、ここが詰まってる可能性があるっていう風な目安になります。で、基本的には使ってる期間はここ空気ずっと入り込むような状態なので、何も出てこないはずです。まあ、お湯を止めたら、出てきますけど、その水圧が下からずっとかかってる間は、出てきません。
ですね。実際まあこれ使ってみて、自分もそのあえてまあ石鹸を使わずにこう頭洗ったりとかしてみたんですけども、やっぱりこうなんかさっぱりした感じというか、はい、汚れが取れたなっていう感覚は体感としてあったので、その石鹸、まあ肌が弱い方なんかにも向いてるかなと思いますし、あとは節水効果がありますね。 40% ぐらいは節水、されるっていうふうに聞いてます。すごくわーっと出るような、のが好きな方にはちょっと物足りないかもしれないですけれども、まあ、比較的そこを気にしない方であれば、節水効果もあり、まあ、マイクロバブルで、湯冷めしにくく、また汚れも、落とせるっていうことで、さっぱりした、洗い心地が得られるものになります。では、今日は、マイクロバブルのシャワーヘッドを作っているオーラテックについて話しました。この辺で終わりにします。ありがとうございました。